これならどうだ。お前ら大丈夫だな。はい、なんともありません。俺もまだまだいける。あ、なんだここは。奥に何かある。いや、いるぞ。こいつフィルフサの王。大きさからして間違いなく王子だ。でもなんだろう、前に戦った王子と雰囲気が違う気がする。タオさん、どうかしましたか。このフィルフサ、誰かに手を加えられてる。何かの装置みたいなのをつけられてる。あの装置、かなり古い時代神山のものか。なんであれ、戦いは避けられないらしい。お前たち、攻撃に備えろ。こんなとんでもねえ化け物を神代の奴らはどうするつもりだったんだ。ぶっ倒してから調べるさ。なあ、ライザ、行こう、みんな。戦うことになるもんね。どうしようかな。ならこれまた勝たなくちゃ。これおしまい。丸焼きよ。まぶたよ。私の戦略だよ。わかりました。私が戦い。まだいける。どれにしようかな。見せてあげる、鍵の力を。次の攻撃につなげます。今なら鍵が作れるかも。いける。つなげる。この鍵気をつけろ。お願いできる。トライサクター任せてよ、ライザ。遅い遅い。見えた。任せて。闇の刃よ。トライサクター影はできないよ。光の力を込めて。わわわわ、見えた。皆さん、全力でやっちゃってください。大丈夫です。タオさん、どうだ。まだいける。タオさん、気をつけろ。タオさん、とんでもねえ攻撃が来るぞ。やっちゃって。どうかやりません。ボスさん、スナタオ、はい、光よ、力を貸して。ただの扇と思わないでくださいね。見えた。雰囲気なら、はい、逃がさない。俺の剣を見せてやる。見切れるか。止められるか。さあ、とくと味わいな。とどめだ、カイザーエンフォース。切れ味も最高だろ。
まだいける。私の戦略だよ。いけるよ。もう一度見切れるか。終わって。イカズチよ、あの剣に力を。みんな怪我はない？はい。それにしても恐ろしい化け物でした。これまだ動いてるみたいだ。フィルフさんにつけられていた機械です。むやみに近づかない方が良さそうですね。だね。それにこの機械だけじゃ何もわからないと思うし、何か手がかりは残ってないかな。なあ、ここに本が落ちてたぞ。すっごいボロボロだけど。なんて書いてあるんだろう。タオ、読める？これってまさかフィルフサについて調べた資料だよ。フィルフサを調べただと？間違いないのか？うん、どうやら間違いないみたい。ざっと要約すると、形質に一貫性のない軍隊生物フィルフサの正体は白い外皮そのもの、寄生外核とも言うべき種である。フィルフサは生物、主に移動可能な動物に取り付き、魔力を媒介にその神経中枢を乗っ取り支配する。虫に取り付けば虫に、獣に取り付けば獣の形となる。この外皮の結合を破壊する溝をフィルフサは嫌う。種を問わず戦力への変換が容易であり、他種の生存を阻害する環境を生成する特性は非常に有用である。つまり神代の民はその機械をつけてたやつみたいにフィルフサを武器として利用してたってこと？そういうことだね。この機械は狂気の源泉、どこからか送られてくる力の分配器って書いてある。狂気の源泉。その力はフィルフサの心臓にあたる生命核に送られ、強化と同時に完全な制御下に置けるらしい。生命核、つまり虫歯みの女王における宝玉のような機関か。それだけじゃなく、繁殖期の習性を利用して攻撃性も増大させてたみたいだ。これは錬金術で生み出されたものだな。大昔の、今は失われた高度な技術だ。錬金術師がやったの？こんな戦いのためだけの道具を。しかもこれは異界の各地、多分フィルフサの分布地域に同じような機械が網の目のように多数配置されてる。まるでフィルフサっていう種を乗っ取る別の生物のよう。気味が悪いですね。攻撃性も増大させていると言ったな。まさか大侵攻という生物の範疇を超えた進撃を起こさせていたのもこの機械なのか？集落の人に聞いた異界者のやったことがこれ。生き物はこんな自分勝手にいじるなんて。生き物に命に対する誠意を感じられない。神代のってのはひどい奴らだ。カラさんは単にここのフィルフサをおとなしくさせるだけじゃなくて、これを見せたかったのかな。
十分あり得るな。ただの害獣討伐を試練にするような安直なやつとは到底思えん。我々がこの悪意の仕組みに気づくかどうか、いや怒りを抱くかどうかが真の試練かもしれんな。これはどういう状態です？わからない。でも絶対まずい。そうか、受け手が破壊されたのに変わらず膨大な力が送られ続けてるから破裂する。みんな急いで離れろ。なんてこった、神代のために通じる手がかりが。しょうがないよ、今はカラさんのところへ戻って見聞きしたありのままを報告しよう。一度戻るしかなさそうですね。王子は倒してもフィルフサが消えたわけじゃない。ここを出るまでは気を抜くんじゃないぞ。ワクワクするよね。いいものは見つかった？さあさあ集めちゃいましょうね。ワクワクするよね。いいもの手に入るかな。はあ、遠くの方の空は濁ってる。やっぱりこの土地が特別みたいね。たちでやってみるか。こんな時間、何が必要だ？無理はするな。Thank you.
フィルフサのこと、フィルフサがされたこと、それが神代の民の仕業だったこと見てきたよ。ほう。もしかしてカラさんが言わなかった情報って私の話に出た神代の民とか万象の大典についてじゃないのかな。合格じゃ。よくぞ怒り、よくぞ気づいた。そうでなくてはこの先は語れぬ。ここからは年寄りの昔語りじゃ。少々長くなるが、お願いします。かつてこの地に開いた竜の風跡から現れ、一帯を荒らし尽くした神代の民の一派がおった。キャツらは恐るべき破壊力を持つ兵器で武装し、凶暴な倉庫と化したフィルフサを刺激し、我らオーレン族と長きにわたり戦い続けた。そしてキャツらはある日、我らに向け高らかに宣言した。ついに竜の風跡の秘密を解き明かしたとな。野放しにしてなるものかと挑んだ決戦の最中、キャツらは欲望と知識を結集した根拠地を丸ごと抱え、古竜を模して世界を超えたどこかへと去った。根拠地はキャツらの傲慢そのままの名を冠しておった。いわく全てを増する英知の神殿、称して万象の大典。いかにも。あれはそなたらの語る夢物語ではない。神代の民の英知を結集した実在する神殿じゃ。崇める神を持たぬ分際で神殿を称するとは少子よな。あるいはキャツらにとって知識こそが神じゃったのか。ネメドの遺跡でもおそらく戦争があったんだろう。こっちでもあっちでも迷惑かけてばかりの連中だな。知識にとらわれ周りなど眼中になかったのじゃろうな。それが錬金術師の歴史なんだね。お主ら今を生きる錬金術師にまで責任を背負わせる気は毛頭ないが、それが事実じゃ。ふん、知識が何だって言うんだ。要するに悪党の根城だろ。おお、小気味よいことを言う小僧じゃ。気に入ったぞ。誰が小僧だ。お前の方が小さいだろ。その万象の大典が何食わぬ顔をして私の前に現れたのかもしれないんですね。現物を見てみることには何とも言えぬがな。しかし未だに最ある後進をかどばかしておると。後進を取り込みさらなる繁栄に邁進しておるのか、貪欲に知識を求め続けておるのか、実に気に食わ。もしかするとカーク群島のどこかにその神代の民が潜んで待ってるかもしれないんだ。ライザー、大丈夫。でもそういうことならこれからの方針は決まりだね。アンペルさんとリラさんを連れて空剣島に帰ろう。もう一度あの島や宮殿を調べ直すんだ。帰る？あのカラさん、一つ尋ねたいことが。ああ、わらわの剣の後になどと言うておったな。なんぞ気になっておることでも。はい、実は尋ね人じゃない、尋ね獣みたいな話なんですけど。ふむ。1年ほど前
どうしようもない事情でこのオーリムに一人ぼっちで返してしまった子がいるんです。返した？詳しく聞かせてもらえるかな。なん、そやつこそカセアトを解明せんとした神代のために乱獲され、今は深山に去ったなだめのせいじゃ。え、フィーがなだめのせい、うん、しかし危険なものよな。万象の大天に狙われ、なだめのせいを知る者が竜の風跡より現れた。カラさん？なだめのせいの庭という場所がある。少しそこまで付き合ってもらえんかな。こんなに戦うことになるならもっと訓練しておけばよかったです相変わらず志が高いわね。今でもびっくりするくらい戦えてると思うけどな。帰りなさい。さてと、何をしよう。冒険。なんだか常に浮き足立っているような感覚が。私も初めて異界に来た者たちは皆似たようなことを口にする。私はここにフィーと同じなだめの姓がたくさん住んでおった。しかしこの地で激しい戦いがあってな、それ以降皆姿を消してしまったのじゃ。あいつがそんなご大層な別名を持ってたとはな。フィーというから名前もフィーとはえらい違いだ。それがいいんです。カラさん、ここの精霊たちが激しい戦いのせいでいなくなったというのは。うん、先に説明したキャツラ、万象の大天一派との戦いじゃ。乱獲もされたというが、
なだめの姓は風跡の解明に必要な何かを持っていたのか。通常古竜が風跡をたどって世界を越える際、膨大な質量と魔力の転移による大嵐が起きるのじゃが。嵐。竜の禁煙種たるなだめの姓らは強い感能力によって竜の精神と同調し、荒っぽい羽ばたきを和らげる。つまりはそれがなだめすかす精霊というわけじゃ。精神の感応って、もしかしてライザが遺跡でやってたあれのこと？それより嵐って言ったよな今、竜の起こす嵐。そうですよ、それこそがフォーレを襲うという竜の嵐なのでは。あ、つまりフィルフサの大侵攻じゃなく本当に竜が起こした嵐だったってことか。森の奥から来る竜の嵐に吹き飛ばされる。フォーレの伝承は何一つ間違ってなかったんだ。カラのばあちゃん、そのなだめってのがいれば竜の嵐はなくなるのか。ばあちゃんはやめよ。まあ多数おればな。ともあれ、そのフィーさんはライザさんがこちらの世界に送り返されたのですよね。でもあの時はフィーの命が危なくなってて、フィルフサの巣に返すしかなかったんだ。大丈夫だって、俺たちあそこで王を倒したじゃねえか。自然門の向こうも大混乱だったろうさ。そうそう、僕らも女王を倒した後駆け抜けただろう。フィーも逃げ延びてる可能性は高いと思うよ。そうかな。そうだよね。よし、本来我が士族は出不精じゃが、探させてみよう。まずは他の士族と渡りをつけねばな。そこまで大掛かりに？私はただフィーのことが聞ければと。せっかく乗り気になってくれたんだ、ここは頼ってしまえばいいだろう。そうですよライザさん、こっちで探してもらえる機会なんてもうないかもしれないんですから。元よりなだめの姓は我ら総派士族にとって大事な友。その探索は喜びゆえ遠慮は無用じゃ。そうなんですか。じゃあお言葉に甘えて、フィーのことよろしくお願いします。うむ、次にわらわがウィンドルに帰った時、吉報が届いておることを祈ろう。帰った時？カラさん、どこかに出かけられるんですか？そなたらのために同道すると今決めた。へえ、今決めで、わらわもそなたの元に現れた島を見たくての。必ずや助けとなろう。あはあ、それじゃあよろしくお願いします。みんなもよろしく頼むぞ。それじゃあ竜の風跡をたどって帰ろうか。王連族とは思えないほど